はい、ですね、今日ちょっとですね、カノンを使って、これカノンですね、これちょっとバイオリンでよく使われてるカノンのこの楽譜なんですね。で、ここにはバイオリンの、1、2、3っていうカノンがこういわゆる輪唱みたいな形でずっと続いていって、最後までこうやって終わるっていう。だからこれはいわゆるこのバイオリンでのカノンなんですけど、それをですね、今ちょっとピアノで弾こうと思ってるんですけど、これ単旋律になってるので、これ伴奏が一切ないんです。そこでこのカノンに、伴奏をつけていくっていうちょっと実験、いわゆる伴奏法みたいなものをちょっと私なりに今ここ、初見でちょっとやってみますね。初見でちょっと伴奏法をやってみます。こんな風にいつも作ってますよっていう感じですね。私もちょっとこれね、理論とか一切関係なく、もう体験的にもう身についちゃってるものがあって、なかなか理屈でちょっと説明できないんで、それを分かりやすく、どういう風に私の中で伴奏が出来上がってるかっていう部分をゆっくり弾きますんで、多分これで分かるんじゃないかなと思うんですね。まずこれ、カノン最初の音が、これはファの音ですね。これ、シャープの音ですね。このですね。まず単音だけで、単旋律で弾いてみますね。旋律になります。じゃあここにちょっと伴奏をつけてみましょう。で、伴奏最初の音は F ですね。F の場合、まずこれを考えます。 F をベースにするんですね。で、F でまずメジャーコードを考えてみます。次はここですね。じゃあ1個下がって、どこから始めてもいいんですけど、ここから始めてもここから始めて、これその時のどこをベースにするか、その時の体力、ここでもちょっとあんま低すぎても、あんまり離れすぎるとね ちょっと濁るんで、少し近いところにね、そうすると、ここがね、2つに分かれるんですよ。いいかなと思うんですよね。これ2種類あるんです。例えば F です。ミか F じゃなくて Mi ですね。あるいはこれ変化がある時っていうのはね、っていう場合も OK なんですね。ちょっと試しにどっちが合うかやってみます。さっきのもう一回 F から始めますね。ここは普通のメジャーでいいと思うんです。出だしは、ただし変化がある場合、じゃあ普通のメジャーでいくとこうですね。じゃあもう一回いきますね。なくはない。で、ここでちょっと書いてみますね。
この音わかります？この音が聞いてくるんですよ。あ、これここが濁っちゃう。この場合は出さない方がいいですね。これ こっちの出さない。この場合は出さない。これです。わかるかな、うん、これちょっと感覚的なところがあってね、なかなか難しいんですけど、もう一回いきますね。頭でいきますよ。頭は F だから、ここは普通のメジャーでいいです。で次はね、うん、この音なんですね。これマイナーっぽくなってるんで、でやってもいいし、これ多分マイナーっぽくなる。ここの音の変化がちょっとマイナー。こういうね、なんていうかな、これはね、なかなか難しいな。この旋律の変化の中にも細かいメジャーマイナーの変化っていうのがあるんです、実は。ちょっと単位法っぽいところがあって、その感覚がちょっとなかなかないと、次どういうふうに、どこに行ったらどこまで行けるのかっていうのとね、このハーモニーって非常に関連してるんですね。なかなか難しいんだけど、まあこれね、まあたくさんやっては気づくわかんないね。これマイナーコードになっちゃってますよね。でこれメジャーコードにするんだったら、ここにするのメジャーコードだね。じゃあメジャーコードでいけるのか、どうかな。じゃあちょっともう一回下がってきてるね。違いますね。違いますよ。合わないですよね。そしたら、これも合わないね。あれなんか間違えてる。あ、俺が間違えてる。この場合はね、これちょっと理屈じゃないんだよな。これどう説明するじゃん。この音なんです。実は欲しいのは。なので。ということはここだって話です。ほらこれね、これをなんか理論的に説明できたらいいなと思うんだけど、僕はこう分かってしまうんですね、この音だっていうのは。これどうしましょう。まあとりあえず見ててくださいね。さっきのあれとちょっと違ってます。これでも OK かもしれないね。ということは、なんかおかしいな。この辺がいいかな。これ濁ってますけど、これ濁ってますよね。濁ってるけどね、この場合はね、いいんですよ。やってみましょうか。これ入れない方がいいかもしれない。ここからいい。まあいいです。まああまり深く考えないようにしましょう。
にさっきと下がりと同じにしときましょう。そうだね。素直に下がりと一緒にしましょう。もう深く考えるぐらいやるからね。次はこれでしょ。これ進むじゃん。コードだけど、普通のメジャーコードだけど、うん、ちょっと変えたような気がするな。ここ入れてみよう、ましょうか。わざと。ほら、こっちの方がいいでしょ。このね、なんでこれを入れた方がいいかどうかっていうのは、何なんだろうな。よくわかんないんだけど、わかりません。ちょっと理屈で説明できなくてごめんなさい。うん、今ここまで、ああ、までできましたね。あと4つ。6。これ、あ、残りはここですね。そしたら。これね。これは普通のメジャーコードで。F は。ここをベースにしたメジャーか、あるいはここ一番上、こいつが一番上になってたらここをベースにしたメジャーかっていうのが2つあるんですよ。で、この場合はこっち側のコードがいいよっていう話ですね。うん、だからここどっちを選ぶかですね。まあ、選ぶか、大体このどっちかになってるんですよ。そしたらこっちは。もう一回いきますけど、じゃあやってみましょうね。もう一回ゆっくり。で、次下。っていうところに話しますね。今度はこの2つで1つの和音になってきますので、いきます。でですよね。これはここのここでいいと思うんですよ。そしたら次はこう、あですね、あだった。上で取ったら、下で取ったら、2回続くんだよね。で、2回続く場合に2回同じになると大体おかしいんですよ。それでどうするかっていうと、次下にしてみましょうか。つまりどういうことかっていうと、難しいね。この一瞬で変えなきゃいけないからね。
今自分で気づきました。分かった。こういうことです。これは難しいね。もう半角で分かっちゃうところだから何とも言えないですよね。最初の F はメジャーなんだけど、次の F はマイナーなんですよ。これ旋律の中にもプラメジャープラマイナーメジャーマイナーメジャーマイナーってゆら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 してるんですね。これは分かんないよね、普通の人にはね。そこまでつかめないよね。だからここでいくとね、これメジャーですよね。それをあ、ダイアナミックトーンか。だからあ、これだと分かりない。逆に F をベースにしましょう。こういうふうにしろって言ってるわけです。あ、マイナーじゃね。自分で言ってて分かんない。逆からやっちゃったから勘違いしたね。スタ、だからベース F ベースにして、ね、F をトップにしちゃったからいけないね。こっち側でやっちゃうとね、まあ、こっちやっぱりこっち側よりね、こっち側から、だから F ベースじゃなくて F トップの方がやっぱりお酒ね。何なんですよね、これ。僕もよくわかんないです、うん。そういう時があるんで、そういう場合は F トップ側に、なんていうんですか、あの、和音でも、例えば、っていうのもあるし、これの同じパターンの組み合わせを、これで、ベースに行ってますね。で今度は こっちをベースにして、これも同じなわけですよ。だからこっちで弾く場合とこっちで弾く場合とあるわけですね。あとはここをベースにする場合っていう場合と、それとこの3つあるわけですよ。基本的にはこの3つのパターンがあるわけです。その3つのパターンのどこで弾いても同じなんですけど、ただそれでもやっぱり曲の中では微妙に変化するのね、うん、っていうのを今やってて気づいた。僕はなんかそれあんまりこういうのを体系的に考えたことなかったんで、自然にやっててきちゃって、やっぱりこっちだなっていうふうに選んだりして やってるんで、まあなんかここには何かの理屈はあるっていうことは分かりますね。でどこまで行ったかな。ここまで来たんですね。次はスクエアレイディの音ですね。ここも同じが続いてますね。こういう時やっぱり同じのが連続で続く時っていうのはね、微妙に変えないといけない。あの対応法なんかでもあるんですけど、同じ和音を何だったかな、4回以上続けちゃいけないとかって、なんかね、なんか厳格なルールがあったりするんですよね。でやっぱりね、同じ和音が続くっていうのはね、なんか変な感じがするんだよ。だから次の旋律になんか関連したベース和音側の伴奏側も微妙にそういう変化させるようなコードにして変えないとね、なんか別にいいんだけど、するともっといいっていうのがあるんですね。だからこの場合だとどうなのかな、ちょっとやってみましょうか、実験的にね。これは普通のメジャーですね。ほら
変えたかっていうと、こう変えただけなんですよ。ね、これだけで変わっちゃうんですよね。不思議ですよね。まあこんな形で参考になったかどうか知りませんけど、よろしく。はい、以上です。